問題とか、酪農の農家の苦しい経営状態も実際に説明をされておられて、本当に食の戦争がこれから起きるかというふうなことで、これは私の危機回帰を見過ごしたので、絶対やりたかったテーマなんですが、今回、鈴木先生をお呼びして、講演をさせていただきます。それから、11月の12日、これも夜なんですけども、予備校の先生が日本の教育を考えるということで、お二方、理科系の方と教育系の方が演説をされます。これも非常に興味あるテーマだと思いますので、よろしくお願いします。それから、小さなチラシで、自衛隊について学ぼうということで、今シリーズで、12回シリーズやっていますけども、これから玉森さんのところまでは、6回までは、やったんですが、あと半分、後半の6回、今度は海上自衛隊の海将である矢野さん、それから桂木奈美さん、予備自衛官の桂木奈美さんにお話を伺います。質問は、ちょっと、あまり出てないのでね、質問を変える際にですね、質問を書いて、いただけたらというふうに思います。だからこの花輪さというチラシ、実はデモでですね、フジテレビと報道ステーション、朝日テレビが流していただきました。本当に歌を、この花を咲くという歌と、それから東大の学生さんが作った、まさに AI で作った安倍さんの声を流しました。で、国旗を掲げて、弔問国に対する御礼のデモ行進で、非常に祝礼行のない、静かでも、しかも非常に感動的なデモだと。いうふうに公安の人がこんな感動的なデモを初めて見たというふうにおっしゃっていました。悪い印象はおそらく与えていなかったんじゃないかなと思いますけれども、テレビの方としては反対のデモと賛成のデモがありますよということで、対比する形で報道がされたということです。はい、本当この中でも何人かご協力いただいてありがとうございました。本当に。それからいつものことですが、最後、このまだメールを出しておられない方、メールを出して、この告知の案内を受けていただければというふうに思っています。質問は、もしもうこれ書いているようでしたら、この裏にですね、自衛隊に関する質問を書いていただけたらありがたいです。